前回のドズクラ、ドズボン村と大原タウンをつなぐ製氷ボートに駅を作ろうということで、恐れ多くも大原くんに建築バトルを挑むドズボン。お互いに駅が完成したが、出来栄えには致命的な差が。アンケートを取ったが、視聴者さんはどちらを選んだのか。結果はこの後すぐ。どうも、ドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもでーす、どうもです。ということで、あれ、ボンさん首が逆向いてた今。そう、どうもです。ということで、本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あの、前回はね、大原くんがゲストで来ていただいて、はい、お互いに駅を作ったんですけれども、皆さんからのアンケート機能も使ってね、どっちの駅がいいのかと、いうのをアンケートしたところ、これいい勝負だったんでしょ。なんと、14% も僕たちに入れてくれた人がいました。ありがとうございます。14% の人たちがね、嘘をつかせてしまったというところで、本当に申し訳ない。本当に申し訳ないです。というところで、本日はね、こちらまたね、前から2人でやっていきたいと思うんですけれども、はい、僕たちね、今あの村をね、いろいろ改造中なわけですよ、うん、もっと住みよい村にしていこうというところで、満足度をね、幸福度を、幸福度を上げるために。ボンさんが幸福度っていう言葉を使う。あの、柵をちょっと広げて、はい、ゾンビが入らなくようにしたりとか。そう、広げたんですよ。そう、道をね、作ったり、家を作ったりしてるんですけれども、ちょっとね、最近困ったことがありまして、はい、建築をするときに大量にやっぱりあの素材がいるじゃないですか。まあ、いります、その作るときは。そう、だから無限丸石製造機とか、はい、無限なんとかとかがすごい役に立つんですけど、作りました、はい、やりました。ちょっとね、一つうちの村に問題点があるんです。問題点？こいつでございます。かまど、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 問題あります。これ全自動で、この上に、はい、素材を入れて、横に、燃料を入れたら下で勝手に焼き上がるよってやつなんですけど、ね、勝手補充してくれて、補充してくれて、いい感じに焼き上がるよってやつなんですけど、はい、いいじゃないですか。全然めっちゃやっぱね、素材の量が多くなってきたんですよ。なるほど。そうだから、僕がこれ焼きたいと思って入れても、ボンさんが謎の昆布を大量に焼いてたりするわけですよ、本当に。いや、これ本当にね。なんで昆布こんな入れとるんや。一応昆布は焼いとくもんだろうって習ったから。いや、まあ、そうかもしれない、うん、そうかもしれないけど、うん、ちょっとね、かまどが今の私たちの村の規模に対しては1個じゃちょっと物足りねえ。あ、確かにね、うん、この村の大きさで、ね、1個は。そう、東京駅にトイレ1個みたいなもんだよね。足りない、足りない、全然足りないというところで、はい、今日は超巨大かまどを作っていきたいと思います。うしょー、超巨大？もうね、すべて焼き尽くすね。村ごと焼き尽くす。大炎上かまど。ダメよ。ね、ダメよ。大魔法みたいになってるから。ダメよ。悪魔よ、悪魔。それ悪魔よ、悪魔。大グレン、かまどを作っていく。いや、大グレン。大グレン。大グレンっていう名前のね、かまど。大グレンっていう名前の。大グレンっていう名前のかまどをね、ちょっと作っていく。これやだよ、そんなかまど。大グレンで焼いといてっつって、かっこいい。ちょっと大グレンで昆布焼いといて、昆布焼いといてっつって言えるんで。そうなると昆布も美味しそうに。そう、あのスペース的にはちょっとここに作っていきましょうかね、うん、あ、ここ空いてますね、ちょうど、うん、あの作り方はね、簡単、正直。そう、あの今までの僕たちの知識をフル稼働すれば、うん、まあ、ぶっちゃけ適当に作っても余裕で作れるんじゃないかなと。そんなに簡単でございます。というところで、じゃあ実際に作っていきましょう。はい、まずはかまどを作っていきますね。かまど何個ぐらいにします？とりあえず8個。とりあえず、もうちょい、はい、まあでも多すぎても仕方ないからな。いや、もう多いに越したこと、大グレンでしょ。じゃあ10個、大グレンでしょ。10個にします。大グレンは10ないと、はい、大グレンは10ないといけん。10ないと、大グレンは。じゃあ、今回かまどを10個並べて、はい、で、あれです、原理はこれと一緒です。上の方から燃やしたいものを、うん、で横からこの燃料を入れて、で最後、回収ボックスがあるっていう感じで、うん、あとはホッパーをつなげるんですけれども、僕たちの大好きなね、トロッコ付きホッパー、違う、ホッパー付きトロッコか。トロッコ使うの？そう、トロッコを使って上に燃料、あ、上に焼きたいものをダーッつって入れて、で横からあの燃料ボックスから燃料バーッつって均等になるように。なるほどね。そういう仕組みをね、ちょっと今から作っていきたい。給食当番みたいな。給食当番、あのトロッコがね、え、まあまあ、配ってくれる、まあ、配ってくれる、そう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 、配ってくれるって。給食当番がトロッコです。はい、そう。じゃあボンさん作っていきましょうか。はい、この大グレンの製造にはですね、ホッパーと
あれチェストがめっちゃいるんですけど、幸いにもね、なぜかホッパーが33個もあったんで。なんでだっけ。羊の回収機失敗した。そうだいや結局使うってことよ。え、結局使うってことなんですよ、ね、何事も使うんですよ、うん、そういうことまずはここはあれですね、物が入ってくるチェストですね、うん、物が入ってくるチェストをとりあえず置いて、まあ、仕組みは一緒なんで、これにホッパーをつなげていきます。今回は10個かな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、ちょうど足りる、ちょうどセーフ、OKOKOK、ちょうど10個でございます。いい感じで、この上にかまどの、まあ、かまど、これ当たり前ですよね。まあ、うん、すごい大グレンよ、これは。これはやばい、これはやばいよ。で、これで焼けたものが全部ここに入ってくるっていう仕組みはもうできたと思う、うん、できました。あとは上にずらーってすればいいんですよね。上にずらーっとするんですけど、まだ僕イメージできてないんですよ、ね、イメージできてないですか、うん、これも分かるでしょ。でチェストを上に置いて、上にチェストよね、上にチェストを置いて、ただここに上に一個一個チェストを置くと全部にこう入れていかないといけないんで、そう、ね、結局大変じゃないですか。そうかだから今回は、はい、ここに線路を走らせます、上に。え、ああそういうことホッパーの上に、ホッパーの上にチェストを走らせる戦法でやっていきたいと思います。線路をちょっと持ってきますね。で両端だけ、パワードレールですね。そうですね、往復させるやつ。ここにもどうしよっかな、ね、材料を入れるチェストはどこに入れよう、うん、上に持ってってもいいけど、あんまり上すぎるとちょっと景観を損ねる、景観を損ねますよね、うん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 、だからちょっと待ってよ。今回はこっちに U ターン機構を作ってあげて、うん、こうやって、ね、壁を置いてあげると、はいはい、トロッコはこうね往復しますからね。なんか壁もちょっとおしゃれなのを使うようになった、はい、そうよこの大グレンだからちょっとあ、そっかそっか、おしゃれさ大事ですから。なるほどね、はい、おしゃれさはちょっとこだわっていきますから、このね、滑らかな石も焼きたてほやほやでございます。なるほど、はい、今回ちょっと下にこうやって線路が来るようにして、ここで入れれるようにしちゃいますね。あー、そっか、入れやすい、手が届くように。そう、そっちの方が多分いいと思うんで。確かによし、これで、燃やしたいものをここに入れればいいのかな。燃やしたいものをここに入れたら、トロコチェストがこうやってウィーンつって上まで持ってってくれて、でこの中に入れてくれるような、はい、機構ができたと思います。で、次は燃料ですね。燃料は、こっち側にまた裏に機構を作りましょうか。裏に同じように、ホッパーをつけてあげます。横につけたやつはね、燃料ボックスに入るので、こんな感じで、でこれも同じくですね、裏から見ると、はい、めっちゃホッパーだらけこれホッパーだらけだな、本当に。1段ずれて大丈夫ですかね。1段ずれた方が入れやすいかなと思ったんですけど、まあ、慣れるか。浮いてるチェストっていうのがちょっとあれですが、まあ、大グレンですからね。大グレンだからこんぐらい OK よこんぐらい OK よ。むしろ浮いてた方が大グレンっぽい。大グレンっぽいもよくわかんないけどやっぱチェストこっちに置きますね。こっちに集中してた方が多分作業もしやすいと思うんで。なるほど下のチェストもこっちに移動しちゃいます。これが焼き上がったものが入ってくる、入ってくるチェスト。よしぼさん、線路のあれは OK です。あとはね、大グレンっぽいかっこよく、うん、ちょ装飾するだけです。はい、大グレンっぽいかっこよく大グレンっぽいかっこよく。名前大グレンなのに、大グレンっぽさがないとね。まあまあ、名前負けしちゃいますからね。名前負けしちゃうんで、こんな感じでちょっと滑らかな石でね、大グレンっぽさを演出して、これで、完成でございます。ありがとうございます。さあ。あとはでもトロッコが動くかどうか、はい、そうね、それ多分試してなかった、ホッパーとトロッコ2台今回は使いますよ ね材料と燃料と、そうねだから、ホッパートロッコ1台とホッパートロッコ2台、これを走らせればいいわけですね。実際にです走るかな、多分走ると思うんだけど、ここだよね、坂道だよ、ここに走れ、行った上行った、完璧でございます。はい、あともう1台もこれ燃料用、走れ、ほら
おー、行ってる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 。いいね。あ、いいね。あ、いい。あー、来てるね。いいね。これで実際に燃えるかどうかですわな。じゃあちょっと炎上させてみましょう。言い方言い方。え？いや、そうだけど、はい、まあ、炎上させてみましょう。だけど。させてみましょう。じゃあこれを、じゃあ実際ちょっとこの石をね、今回は焼きますよ。で、あのブレイズロッド燃料を、うんうんうん、燃料奥ですね。燃料奥。燃料奥。で手前に、焼きたいもの。じゃあ今回石を焼いていきますね。お願いします。そうすると、回収してこっち、おお、燃えてる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 ってことは、ここで実際に焼かれてると。あ、振り分けられてるんですね、ちゃんと。振り分けられてる振り分けられてる。でこれ均等じゃないじゃないですか。うんうん、というのも、あの若干この中でその取れる数が決まってるんですよね。はあ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 、で落ちていくときにこうやって落ちていくんで、なるほどなるほど、全部が均等じゃないんですけど、これね、あの僕のリスペクトしてる双葉さん。あ、双葉さんが言ってたんですけど、はい、うんうん、そうバラバラに入った方が例えば全部均等に入っちゃうと、うん、その石と鉄をその燃やしたいときに、はい、そう1種類が全部燃え終わってからじゃないと鉄がいかないじゃないですか。うん、いかないいかない。でもこう均等じゃなかったら石をこっちで燃やして余ったところに鉄が入っていくんで、あ、なるほどなるほど。複数燃やすときはこうやって不均等の方が実はいいんだよって話。意外と不均等の方が効率がいい、効率がいい、うん、へー、っていうところで、なるほど。これで燃えたやつがこんな、あ、入ってきてますね、滑らかな石が。均等だと1箇所が終わんないとね。そうそう、1種類が終わんないと全部燃えない、全部一斉に終わっちゃうのか。そう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 。なるほどなるほどなるほど。だからこれだと昆布燃やしながら鉄燃やしながら開ける開いてるところに、そういうことでございます。なるほどです。大グレン完成でございます。ありがとうございます。あとは何大グレン、一応かまどつける。慣れてきた。大グレン、大グレンに慣れてきた。大グレンってな、恥ずかしいわ。ちょっとね、見た目もうちょい整えたいな。ここでももうあっちに行けなくなりましたね。困ったな、もうこう行き止まりにしちゃおう。そうそうそう。なんか、いや、もしくは階段つけるか、はい、あ、確かに確かに。あ、いいな、階段つけましょうよ。あ、いいねいいね、イメージついてきた。じゃあ今日階段作るとこまでやってみましょうか。よし、大グレーン、壁も含めて完成でございます。ありがとうございます。いいね、滑らかな石置くとなんかそれっぽいな、工場っぽい、工場っぽくなりましたね。なってるなってるなってる、工場っぽくなりましたよね。はい、オッケー。あと上も一応湧き潰しはしとこうかな。なんかおしゃれな照明、なんか大グレーンっぽい照明。あれじゃない、やっぱ照明あれじゃないですか。あ、マグマブロックはさすがにやりすぎか。いや、いいんじゃない。あ、マグマブロック置いちゃう。置いちゃう置いちゃう置いちゃう。大グレーンだって大グレーンでしょ。大グレーン大グレーン、だって大グレーンだもん。間違いないそれは。オッケーでございます、ボンさん。グレン感増した。すっごい大グレン感増した。これ増してる増してるっていうか怖い、はい、怖いよ。え、いい感じじゃない、いい感じじゃない、いい感じ。すごいすごいすごい。こうもう全部壁マグマブロックにすればよかったっていう。雰囲気出るな。雰囲気出てる。本当の大グレンになっちゃうよ。大グレンいい感じでございます。あとはね、一つ難点は向こう岸に行けなくなっちゃったんで。そうなのよ、ね、ここに最後階段作って、じゃあ終わりにしましょうか。いや、いい感じ。ちょっと思ったよりいい感じだった。で、今まで使ってた、うん、こいつも一応残しときましょうか。こっちは即席ですぐ焼くよ。すぐね、もう今焼きたいよ。昆布とかね。昆布はもうこっちで焼いて。昆布はこっちで焼いて。あ、そう。その今欲しいやつはもうペッてここで焼いて。あ、すぐに。なんかガラス欲しくなったとか。あ、でもそういう時。それももう取っちゃいますか。大ぐらいいっちゃう。大ぐらいの方がいい。だって理論上一緒ですから。一緒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 。うん、これちょっとじゃあけ、あの、なくしちゃいましょう。オッケー。よいしょ。うわ、すげえすげえすげえ。いっぱいいっぱい燃料が。そう、これこんなにあったんだ。燃料いっぱい入ってたな。うわ、燃えてる燃えてる。何何何。やばいやばいやばい。なぶなぶだ。なんで燃えた。なんで燃えた。なんで燃えた今。え、何何。マグマ、マグマか。え、マグマでも大丈夫。え、染みてきた。染みてきたマグマ。染みてくんのマグマ。燃えたよ燃えたよ。燃えてたよね。燃えた燃えた。ポンさんなんかした。あ、した何もした。本当にこれは何もしてない。これは本当に何もしてない。おならもしてない。なんなら。おならもしてないのに燃えちゃったの。びっくりしたもん。これ直しとこ直しとこ。わかんなかんなかった。びっくりした。なんか燃えたよ。おー、これちょっと直しときましょう。燃やしたやつね、もう。じゃあここに看板で、こうやって額縁を置いて、こっちはまあわかりやすくブレイズパウダーで燃料っぽくしときますね。燃料と、あと焼くものはこっちだよと。オッケー、焼き鳥なんだ。そこは鳥なんだ。これ分かりやすいでしょ。分かりやすい分かりやすい分かりやすい。で、奥が燃料、手前がね、焼きたいものを置けばよし、完成でございます。あとは不備ないかな。これで、完成でございます。あと、じゃあ最後階段を作って終わりましょう。オッケー、完成でございます。よし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 。はいはいはい、これで戻るときは頑張る。
なんかこっちにも。え、なんかこっちにも。なんかこっちにも。よし、これで登って、こっち側は、こっち側ね、ちょっとこっちにまた何か作った時に作るっていう意味も込めて、はしごを今つけてきます。こっちはしごなの？こっちはしご、こっちはしご。いや、わかんない。ここにまだ何ができるかわかんないじゃないですか。まあそうだけど。でしょ？だからもうちょっととりあえず。はしご。ええ、そう。どんな立派なマンションとかどんな立派なビルも。大工だよ。どんな立派なビルも、うん、建築土地はこんなもんよ。まあまあある確かに、うん。こっちは建築予定地。どんなタワーマンションもね。タワーマンもだから。初めははしごだから。というところで、じゃあ本日はこちら、大かまど大グレンをね、生成いたしました。これでさらに、効率よく石を焼いたりとか、うん、いろんな建材を焼いたりできるようになったので、またね、今後もこれ使ってあのいろいろなものを作っていきたいなと。思います。よろしくお願いします。ボスさん、昆布で選挙しないでくださいよ。大丈夫。え？昆布用のなんか、はい、かまど欲しい。昆布用はいらない。昆布用のかまど欲しい。昆布はいらない。いや、大昆布。大昆布欲しい。大昆布。勝手に動画外で勝手に作ってください。というところで、じゃあ本日の動画こんな感じで終わりたいと思います。またね、毎日更新でお送りしているので、ぜひとも他の動画も見てみてください。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。次回。巨大な牛を作る。